例えば最近またコロナが流行ってきたみたいなので、自粛要請は出てないんですけど、まあ、自主的に自粛をして、自粛がね、流行ってるというか、まあ、みんな結構意識してると思うんですよ。その中で、こういう方たち、みたいに集まってる者たちがいるんですよね。これ密ですよ。密だよ。密です。ゆりこてや。小池ゆりこてや倒しました。水です。ダメだよ。ズボラな。ズボラトゥーン、ズボラな人倒して。密うわぁ、ダメ密菅ちゃん総理だ総理倒しちゃった総理ごめん、総理アイム総理まず、街を掃除しよう。アサリが邪魔なので。街をきれいに掃除する。アサリを海に返す。ちゃんとボランティアしましょう、ボランティア。まあ、ダメ、近づいちゃダメだよ。総理総理の周りにボディーガードが二人で。ダメ、密ですよ。菅ちゃん、ヒレをカッコすら、菅ちゃんがめちゃくちゃ偉そう。なんか式典が上がってますよ。総理。こういうのも、良くないと思います。人が集まってくるのは良くないと思います、総理。それダメだと思います。これ密だと思います。あ、ダメだ密だ、怒った危ない。怒った。良くないよ、密だよ。総理も言ってますよ。菅ちゃんが密だって言ってるよ。あ、また総理の周りに虫が湧いた。あ、密です。小池ゆりこてや倒しました。水です。ちなみになんか、最近、小池ゆりこさんが、なんか、5つの子とか言って、会食時に使う、なんか注意事項を言ってたんですけど、小声、小皿、小一時間、こまめに消毒、換気、あと、あと一個なんだっけ小池さんになっちゃう。あと一個の子。なんだっけ、なんか、よくわかんないんですけど、5つの子ってのが、あるみたいなので、お気をつけください。なんか、このアサリとかも食べるときは、しっかり消毒し、喋るときは小声で、少人数でね。総理。新しい総理になってからめちゃくちゃ偉そうな、なんか。マジでボディーガード二人。何やってんの、総理。総理、こちらへ。総理、弾丸が撃ち込まれてます、総理。総理を守るんだ。総理を守れ。やめてください、総理を守るんだ。総理、こちらへ。総理、こちらへ、お逃げ。俺死んだぞ、なんか。総理、こちらへ、お逃げください。早く、こちらへお逃げください。こっちに、菅さん、早く。菅さん、追われてます。元ボディーガードたちに追われてる、多分スパイだ、あれ。俺に攻撃する、やめてください、総理。こちらへ。ああ今日はジェイソンと遊んでいきたいと思います。ハロウィンということでですね、仮装をしているイカちゃんがいるんですけども、体から煙が吹いております。なんだこれ。ジェイソン。はい、それではジェイソンの攻撃を避ける遊びしていきたいと思うんですけど、下からですね、ローラーを振ってくるジェイソンから避けると。いう感じで、この狭いビニールシートの上だけを使って、ジェイソンの攻撃から避けていきたいと思います。まあ、ちなみにこのゲームはね、昔サメゲームっていう、なんかサメっぽくない
サメっぽい。あ、なんか動いてない子やられちゃった。待って、ジェイソンのいきなりの攻撃にやられている。あぶね！やばい！やばい！縦振りが長い。意外と長く感じる。やばばばば。カーボンって意外と当たるもんね、これ。うわ！危険だな。痛い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 。あぶね、あぶね、あぶね。あ、痛い痛い痛い。あー、やいしょ！ジェイソン強い。ジェイソン、もう即死したぞ、みんな。あ、待って。全員死んだ。全員やられたぞ。ジェイソン。はい、今度はですね、真ん中にいる、これジェイソンゲームって名前のゲームだったんですけど、もともとね、真ん中のダイナモ、この丸い円の中にいるダイナモから避けるっていう、これをね、昔ジェイソンとやってました。ジェイソンと。ヒレオとジェイソンだったら確かジェイソンの方が早かったんだっけ？リールの。ね。無理。ちょっとね、インク回復の時間とかね、ちゃんと自分も回復しとかないと、インクなくなってやられちゃうから。あれ一人落ちたな。あー、待って、俺一人たちだ。この、早くない一人になるの、ちょっと。あ、インクない、インクない、インクない。あっちもインクなくてよかった。ギリギリだったね。これ落ちてもダメなんですよ。この丸い円から出てもダメなので。まあ、コマと一緒ですね。コマと。うおー！やばい！これフェイント入れて、フェイント入れて避けていく。あ、ちょっと目が回る。来ないでくれ。さりげなく、さりげなくハート書いても、バレないから。まずいな、これ。ちょっと待って、右か左か。右だ！ついてくる、ついてくる、ついてくる。こっち！ちょっと待って、やばい。あー、危ねえ、危ねえ、めっちゃ危ねえ、今の。ジェイソン。ちょっとインクが。やばい、インクちゃんと回復できてない。ふざけすぎた。あ、やばい。こっち。あー、ついてくるか。ジェイソン、インクなくなって。ジェイソン。ジェイソン、ついてこないで。俺もうインクなくなっちゃう、インクなくなっちゃう、インクなくなっちゃう。あー！やられた。ジェイソン。逃げろ逃げろ逃げろ、みんな逃げろ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 。最後はこの金網、金網じゃない、ガラスの上だけの、ガラスの上だけでの鬼ごっこ、限定鬼ごっこってやつですね。これをジェイソンが鬼でやっていこうかなと思います。じゃあみんなこっち逃げるな。うわバレてないバレてない、ナイス。なんか散歩してるみたい。ジェイソン、インク回復してるぞ。これ意外とバルーンの後ろバレないん？ん？なんかジェイソン落ちてる。ナイスナイス、みんなナイスだ。怖っ。いや、今までジェイソンにやられてきましたからね。これだけでも勝ちたい。やばば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 ば。ジェイソン強いんだよ。あ、やられてる。来た、ジェイソン来た、来た、来た。あ、早い、あ、そっち行く？味方が割れてる。こっち来て、こっち、逃げろ。ありがとう、こっちだ。早く、危ない。ふいっ。あー、よし、インク回復してるね。おぉ。来てるよ。ジェイソン来てるよ。あ、頑張れ。うまっナイス。なんか落としてた今。ちなみになんかジェイソンのゲーム昔やってたんですけど、鬼倒せるらしいっす。なんか、鬼倒すのめっちゃ時間かかるらしいけど、13日の金曜日ってゲームなんですけど、めっちゃ時間かかるらしいけど、なんか一応鬼を倒すことができるらしい。はーい。え、いないぞ鬼。鬼消えた。鬼降りてる。やった、初めて勝った、やった。どこかにスフィアが止まります。怖い、あー危ねえ、二人持ってかれた。危ねえ、もう無理、怖い、おー生きてる、まだ生きてる。
どうしよう。始まった待ってよ。動けなかった。やばい、あ、これやばい、あ、やばい、死んだ。はい、どうもライです。今回はイカスフィアを使った遊びをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。実はこれ一回やったことあるんですけども、イカスフィアがコロコロ転がってる中、当たらずに生き残るという、まあ、単純な遊びとなっているので、まあ、ルールもね、見てるとわかると思います。ルール説明がめんどくさいわけではありません。見てるとわかると思います。めんどくさくないよ。めんどくさくない。ほい、ジャンプ。これか？誰か？俺誰か落ちると思ったね、今。本当に落ちたよ。で、今回はここのね、ブロックを使って、ここのどっかに自分らは行って、まあ、イカスミアにやられないようにするっていう。まあ、単純な遊びです。あ、いや、始まった。これね、移動してもいいんだけど、どこにするかは、うわ、怖っ！危ねえ！守られた俺！で、これ生き残りがね、最後までちゃんと生き残れるかっていう遊びで、ま、場所も変えていいんだよ。どこにしよう？あー、同じとこでもいいんですよね。ここにしろわ、俺も。あ、始まった。来ないでね。来ないでね。やばい！あー、もう終わった！どうだ。やられた。なんか簡単でしょ？これ誰でもできそうでしょ？ランクも関係ないし。割とね、わちゃわちゃできるかなと。うわ、怖え。怖え。あ、二人持ってかれた。角のとこに行くとさ、二人持ってけんだよね、イカスビア。それが強くて。これ次、ここにしようかな。あー、来た。無理。うわー、二人で死んだ。どうしよう、ちょっと初っ端から俺さ、人の後ろに行こうかな。ここに。ここにする。あ、待って、避けられた。なんで避けんの。じゃあ俺ここにする。なんで避けんの。俺ここにするじゃん。これで行こう。こうしよう。よし、クーゲルは。避けなかったぞ、俺のこと。クーゲルじゃないか、これ。スプラ好きな。待てじゃあ再び、ロシアンルーレット始まるんですけども。どこにしようかな。お、3人。3人同じとこにしよう。さっきの嫌な思い出が、あれ？あ、ちょっと待って、今、おう逆走してた。ナイス。ラッキー。なんか挙動不思議だった、ちゃんと見とこう。お兄ちゃんと見とこう。あ、ここにすんのね。二人一緒だ。来た。ははは、いや、今日の死。そんな動きできないよ。この最後せっかくなんで夜のステージにしました。このステージ花火が上がるのでね。結構綺麗な、綺麗なステージになるんですよ。あ、ちょっとなんかさ、作戦があります。みんな同じところに。来た。待って、はみ出てる人やばくない？これ。あ、やばい、もしだ、これやばい。第2回、まねっこゲーム。はい、ということで今回は第2回目のまねっこするゲームをしていきたいと思うんですけども、まあ、ルールは最初の冒頭で説明してると思います。前の人の真似をして間違えないように死ぬよという遊びでございまして、まあ、見せてしまうと処刑場に連れて行かれて倒されてしまうというね、地獄のゲームともなってるんですけども、まあ、今回は2回目ということで、登場人物の方を紹介していきたいなと思います。それではどうぞ。
はい、今回このメンツで戦っていきたいと思うんですけども、ルールはもう皆さんわかりましたか？うん、わかりましたね。それでは、行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。今回はですね、私、うなぎが教師となって、皆さんに真似っこしてもらいたいと思います。まあ、場所で言うと、この箱工具倉庫の凸のとこですね、ここ。ここの上に乗って、あ、生徒いるわ。生徒がいっぱいいる。あの生徒に真似をしてもらいます。では、早速行きましょう。はい、登場。じゃあ、まずどうしようかな。ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ。この3パターンで行こう。ジャンプ、ジャンプ、ピチピチ。合ってる、合ってる、合ってる。うまい。まあ、最初3個だから簡単でしょう。次行きます。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ピチピチ、ジャンプ。さあ、4回に増えました。ジャンプ、あ！あははは、待って、ひろくん。ひろくん、今、ミスりましたね。処刑場だ。ひろくん、ミスってしまいました。あははは、ちょっと落ち込んで。あははは。いや、見たくないな、みんな。これ多分見たくない。あ、急に走って。よく、こっちへ。こっち行きなさい。しょうがないから他の人には見えないところで倒してあげましょう。よく、行きます。ちょっと動かないで。オッケー。さあ、残り3人残ってきました。次、行きたいと思います。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ、ペチペチ。はい。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ、ペチペチ。うまい！じゃ、次行きます。ちょっと混ぜていこうかな。ジャンプ、ペチペチ、ジャンプ、ペチペチ。一個ずつですね。ジャンプ、ペチペチ、ジャンプ、ペチペチ。おー、合ってる合ってる！次行きます。ペチペチ、ジャンプ、ペチペチ、ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ。はい、ちょっと難しいよ。ペチペチ、ジャンプ、ペチペチ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あれ？待って、待って、ひれおくんがこっち見てる。こっそりちょっとこっち見てるなんて。合格です。皆さん合格です。ジャンプ、ジャンプ、長押し、ペチペチ。またひれおくん処刑だ。ちょっと笑っちゃう。ごめんね。ごめん。おー、みんなできてる。はい、今回はまたね、新しい先生がいるみたいなので、ちょっと待っていきましょう。あ、来た。来たぞ。登れてない。登れてない。先生、登れてないですよ。ひでお先生来た。よろしく、お願いします。煽ってる風にしか見えないんだよ。ひでおくんがペチペチしてたら。はい。合ってるでしょ、これ。ジャンプして。3回ジャンプか。簡単だ。俺なんかターンした。なんかターンしたよ。ターンした。先生あ、煽ってどうしたんですか。ここまで来たよ、なんか。あ、はい。戻そう、戻そう、戻そう。あ、いいわ、いいわ、はいはいはい、やるのか。あ、戻す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 。あ、ほら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 。これを倒されないように、抜け出すと。ちょっとやってみますね。かか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 かここにいたの。ひろくんがなんかこんな、真下にいたんだけど。と、まぁ、こんな感じでですね、あっち側のダイナモたちは阻止する。俺の脱出を阻止する。脱出ゲームなんですけど、俺はもうやられないように、一回でも下に行く。一回でもここの段を一個下がる。下がれば OK。ここまで降りたら、セーフ。ここまで降りたらセーフ。成功ですね。これ、
これを目指します。はい、はい、ということで今回はパブロで抜け出す遊びをしていきたいと思います。昔にやったことあるんですけど、久しぶりだな、マジで久しぶり。俺結構いろんな遊びを何回かまあやろうかなって、再びね、あの昔やった遊びをちょっと改良してやったりしてたんですけど、まあ今回に至っては本当に久しぶりで、も3年ぶり、いや2年ぶりくらいかな、2年半かな、もう何でもいいけど何でもいいけど本当に久しぶりで、で今ちょっとダイナモを待ってます。あ、来たね。ダイナモ来た。よろしくお願いします。はい、それではこのダイナモの夫人から抜け出す遊びをしていきたいと思います。いきます。初手はね、決めてる。俺左から行くって決めてる。え、これ誰なんか、あれ、ちょうちんあんこにやられた。待って、左側重なってるぞ、ひれよと。なんか重なってる。チャンスなんじゃないか？え、意外と、なあ意外とない、隙間がない、難しい。ちょっと待って、左結構熱くない？これ右の方がいいんじゃないか？いや、防虫服着てるのにやられた。え、これむずくない？よく昔やってたな。あダメ、マジ即死なんだけど。リスキル、リスキル、速攻倒される。もう蘇った瞬間倒されちゃうじゃん。うわ、え、無理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 。なあ、ダメだ、追い込まれた、ダメだ。あれ、ここ狭くなった？難しい。なんか、ひりょうくんくるくるしてるよ。あ、待って、みんな知ってる。なめぷか、これ。余裕こいてるな。ちょ、インクなくなったとこ行ったろうかな。あ、待って、ベイブレードみたいになってる。コマみたいになってるぞ、みんな。やだ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 。危ない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 。近い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 。怖っこれ。怖っ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 。どこが抜けれるこれ。ここだ。あ、バイバイ。やだ。おい。うわぁ。よくわからない圧力で戻ってきました。なかったことになりました。なんか。ヒレオの圧力、怖い。うわ、もう本気出してきたじゃん。うわ、本気出してきたよ。痛いよ。俺も一回ゴールしたよな。ああダメだ。ダメだ。行くしかないんだ。ああ、びっくりした。なんか降って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 た。あ、いけるいけるいける。うわあ！うわあ！くっそー！ダメだ！え？なんかしてる、待って。なんかしてるよ。行くぜ。くそ、最後に一回。あー、くそ、惜しい惜しかったー。猫鳴いてる。ちょっと迎えに行くか。みんな。ダイナモン迎え、あー、ブラ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 。迎えに行ったのに殺されそうだった。みんな怖いよ。特にヒレオ。何が怖いかって顔が怖い。はい、配置が済んだみたいなのでね。頑張って抜けていきたいと思います。一回抜けた気がするんですけども、それもなんか、よくわからないヒレオの圧力によって、なしになったのでね。今度こそ、クリア目指していきたいと思います。いきます。喋ってる間に行く。ダメだ。道が。閉ざされた。せっかく道開けてくれてたのに。硬いよ、守りが。守りが硬い。守りが硬い。やばい。あ、いけるいけるいける。やった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 クリアした。もう一発目じゃん。みんなクリアしたわ。え？ダメだよ。なんだ、夢か。これ、夢なのか。なぜ俺はクリアしたのにクリアしたことになっていない。どういうことだ。なんかおかしいなぁ。絶対クリアしたと思うんだけどなぁ。おかしいなぁ。うわぁ頑張ろう。おかしいなぁ。いける！やった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 来た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 。うまいべ、これ。
ねえ、ちょっと待って、デジャブ。見たことあるこれ。やだやだ助けて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 やだやめてやーダメだよ。おかしいな。ねえ、何これ夢同じ夢3回ぐらい見た気がする。夢か、本当に。俺なんか病気なんじゃないか、これ。ただ、抜けれるコツは自分で、ああ、やれちゃった。やれちゃったけど、コツは分かってきた気がするんだよ。だから、もう何度でも夢でもいい。夢でも何度でもいい。頑張ってクリアする。ああ、くっそ、このなんか棒みたいなやつに邪魔されちゃったな。あの真ん中の人怖い。この真ん中の、ヒレオ怖い。怖いもんだって。あ、いけるいけるいける。やった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 。もうヒレオくんがだ。怖い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 。よし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 。あ、やった。うわちょっと、危ない危ない危ない。危なかった今。え、ヒレオくん？ヒレオくん何？え？何でも追いかけてくんの？これ、ちょっと待って。場外まで来てる。待って、場外まで来てる。おかしい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 。助けてくれ。みんな。彼がずっと追ってくる。うわぁ最後まで追ってくる。怖いって。あ、何人もしてる。うわぁ